佐藤和夫動画チャンネルです。昨日の10分運動マスター講座の時にいただいた資料でありますが、このサイクルでやるといいよということでありますので、ちょっと映像に残しておきたいなと思っております。最初にこの力こぶから始まります。そして二の腕、肩、太ももの表、肩、腰、背中、お腹、そしてももの裏というような形でこのサイクルをやるといいと言ってました。そしてもう一つ、10分楽々エクササイズというようなことで、これもいろいろ指導を受けました。寝ている時のポーズと運動ですね。座っている時、立っている時、一つ言うの忘れてましたが、ペットボトル 500ml のやつ両手に1本ずつ持ってやるのがこのエクササイズの特徴であります。本当に気軽にお金をかけずにやるっていうのがこの10分運動マスター講座の特徴であります。ぜひ試してみてください。